それでは指数グラフの基本的見方について紹介していきますまずは横軸の説明となります横軸は日付で時系列となります一番右端が対象レースの開催日左に行くに従い日付を遡り一番左端が約1年前となります横軸の一目盛りは2週間の1開催となっています例えばこの馬のグラフでは一番右端が レース当日の4月7日前走は1目盛りと半分なのでレース間隔は約3週間前の3月15日のとなります以上のように横軸の間隔でおおよそのレース間隔がつかめます次に指数を説明します指数は青色の折れ線で丸印になります指数のスケールは左端に表示されています1目盛りが指数10となっています 例えば前走の3月15日のレースでは指数は42をマークしましたこの丸印には青色の丸と緑色の丸がありますが青色の丸はダートを表しています7月の指数は緑色の丸となっていますがこれは芝を表しています開催場は指数の丸の上の漢字で表されます3走前は姫路での出走であることがわかります 指数の上が数字の場合は当地の園田での出走になります。以上から指数と芝、ダートと開催場、レース間隔が簡単に読み取れます。例えば8月28日を見ていくと開催場は中央の新潟になります。丸印が青色なのでダート。指数は36をマークしています。レース間隔は横目盛り4目盛り分離れているので、 約8週間ぶりのレースとなります。